尿失禁に関する骨盤底筋の体操をご紹介したいと思います。座って行う体操をご紹介します。座って行う体操ではタオルを使って体操を行います。薄いタオルを準備し丸めてお尻に敷きます。両足を肩幅ぐらいに開きます。骨盤を立てるようにできるだけ姿勢を良くしてください。息を吐きながらお尻の穴を締めるように意識し、数秒力を入れ、息を吸いながら力を抜いていきます。これを10回から20回程度繰り返します。毎日楽々トレーニング。